かな、この子ちょっと疲れ果ててるわ今日。疲れみたいですか。あとね、もうちょっと頑張ってほしいんだけどな。あと15分ぐらいやから頑張ってな。誰と喋ってるんや、相川は。はい、ということで、こんばんは。ありがとう、よかった。振り返してくれてありがとうございます。クレッセントの花と言います。私、ボーカル相川。びっくりした。すごいね、西岡さんやって反応してるよ。お化けが現れました。ということで、次の曲いきたいと思います。じゃあちょっと秋をテーマに作った、ちょっとね、切ないミドルナンバーを歌わせていただきます。ちょうど4日前から CD が発売になった曲で、金木犀の涙っていう、ちょっと大人のアップなミドルナンバーをね。大丈夫、目立ちない愛。
クレセントの花で金木犀の涙という曲を歌わせてもらいました。去年ね、春夏秋冬各季節でオリジナル曲を作って、この曲はね、秋をテーマに作った曲になっています。ちょうどね、4日前からCD も発売になって、秋と冬の曲が入ったね CD が発売になりましたので、ぜひぜひ、手に取ってもらえたら嬉しいなと思います。ということで、あと今何時だ、あと10分ちょっと。そうです、そちらの方、今回初めてちょっとねデザインマイカが頑張って関わらせてもらったので、そうなんです、ぜひ、ね、ちょっとだけフライヤーが復活して、ちょっと古いやつだからね、書いてる情報が古かったりするので、もしよかったらどんどん見てあげてください。でとたら、あともう2曲ほどにはなるんですけど、また来週の、水曜日、こちら北助松のセブンイレブンの前に歌いに来るからね、学校帰り、お仕事帰りとかぜひぜひ立ち寄ってもらえたら嬉しいなと思います。配信もね、 TikTok ライブで今日ずっと1日配信しててありがとうございます。では、何歌おうかな、何がいいかな、じゃあちょっと元気な曲でしょうちょっと元気なナンバー I'm happy, you're happy という曲です。皆さんも今日ね、一日ハッピーになって帰ってもらえたら嬉しいです。サビでこう手を振る。